はい。皆さん、こんにちは。ダイビングインストラクターのシュウです。今日も熱熱先生のダイビング講座始めていきたいと思います。よろしくお願いしまーす。はい。今回はですね、前回ダイビング旅のところで、旅の準備に必要なことっていうところのお話をしてきたと思うんですけども、そこの内容の一角で、ショップ選びのコツというところ、ここを次回に回しますねっていうところで、え続きの 動画になってくるんですけども、まあ、ちょっとこのショップ選びのコツに関しては少しボリュームが出てくるので別動画1本にしてみました。今日はダイビングショップを選んでいく時のコツのお話を少ししていきたいと思います。まあ、たくさん興味ある方もいらっしゃると思うんですけども、その辺をですね、僕もダイビングサービスをやってる側の人間、また僕もツアーでお客さんを連れて各地にこうダイビングツアーっていうのを開いている人間、そういう時に どうやってショップを選んでいくのかなとか、その辺のコツをですね、少し教えていきたいなと思います。今日も3つの項目でお話をしていきます。まず1つ目、潜水レベルの認識。そして2つ目、自分のニーズ、雰囲気に合っているのかどうか。そして3つ目、快適なダイビングイメージができるかどうか。こんな3項目で今日はお話をしていきたいと思います。よろしくお願いします。頑張りましょうはい。ということで、 まず、ショップを選んでいくときのコツなんですけども、今もうたくさんのダイビングショップがあると思うので、みんなも新しいところに行くときに、パソコンでこう調べたり、携帯で調べたりするときに、非常に迷うんじゃないかなと思います。僕が今、多良間島にいるんですけど、多良間は1店舗しかないですから、うち、うちしかないんですけども、その他例えば宮古島辺りではえばもうやっぱり80店舗から100店舗ぐらいあるでしょうし、 石垣島に関しても100店舗以上のお店が存在すると思います。沖縄本島なんかで言えばもっと500店舗とかあるんじゃないかな。もうたくさんの店舗がある中で、ダイビング旅をするときに、どこのショップを選んだらいいんだろうって。案外ここ外すと、旅自体が面白くなくなっちゃったり、なんかせっかく行ったけどがっかりしちゃったりっていうことあると思うんですよね。で、その辺をダイビングショップ側も、いらっしゃったお客さんたちに対して一生懸命やるんですけども、どうしてもそのカラーと合わなかったりしたときに、両方が 一致してくるとパワーは倍増するんですけども、両方が不一致しちゃうと、なかなか残念な結果になってしまうこともあるので、これは覚えていくといろいろいいんじゃないかなと。で、潜水レベルの認識っていうところから入っていきます。まず最初に、皆さんが旅をするときに、自分がだいたいどれぐらいの潜水レベルなのかどうか、これは認識してほしいことの一つ目の項目になってきます。まあ俗に言う、俗入ビギナーなのか、中級者なのか、ベテランなのかっていうような感じで言われているんですけども、ショップさんのホームページとかでも、 え、ビギナーさんしっかりサポートしていきますとか、少人数制でスタッフが手厚くサポートしますとか、そういったまあビギナー向けのお店もあったり、逆に中級者向けで、比較的中級者から上級者向けに幅広くダイビングをご案内していきますよっていうお店もあるでしょうし、またベテラン向けでもうガンガン攻めていきますよと、ベテランダイバーの思いを満足させるようなダイビングを攻めていきますよっていうようなお店もあったりすると思います。 そういうお店を選んでいくときに、皆さんがそれぞれのダイビングレベルを認識していないと、その落差によって現地に行ってすごい楽しくなくなってしまうんですよね。一般的にダイビング本数で何本ぐらいから中級者っていうのとか、何本ぐらいからベテランっていうのってよく聞かれるんですけども、現地ガイドからすると、正直言って本数規定はほとんど関係ないです。まあ、ある規定はこうやって引いていますけども、どちらかというと継続的にダイビングをしていれば、50分ぐらいでもとても上手なダイバーもいらっしゃいますし、 また逆にもう1000本クラスになってもずっと自分のダイビングを変えない方なんかは不安な方もいらっしゃいますしそういった意味では本数では一概に言えないんですけどもまあざっとダイビングライセンス取ってからだいたい50本ぐらいまではビギナー向けのダイビングっていうような感じになってくるんじゃないかなとで100本ぐらいから150本まあ200本弱ぐらいまでが中級者向けっていうような感じ そしてまあ200本から超300本とか超それぐらいになってくるとベテラン向けっていうような感じになってくるんじゃないかなと今言ったように本数では何とかって言えないんですけどやっぱ本数を重ねるということはいろいろなダイビング経験を積みますのでそれなりには自分の中で攻略できてきますのである程度は本数を重ねていくことでこうやって区分けはできてくるんじゃないかなとただし今言ったようにもっと大事なのは僕が言わすとブランク期間です例えば10年間ずっと潜ってない1000本超えのダイバーの人と 毎月毎月ちゃんと潜りに行ってる100本以内のダイバーさんだったら100本以内のダイバーさんの方が圧倒的に安全安心でダイビングがご案内できるんですよね。その辺っていうのはちょっと食い違いがあるんですけども、まずは自分のね、選手レベルを認識してほしいです。これは自分が行った時に怖さがある、不安がある、サポートをお願いしたい。こういうこともすごく大切になってくるんですけど、前僕のライセンスの講座でお話ししてると思うんですけど、一つ勘違いしてほしくないのは、ライセンス自体は ダイビングは一通りできないともらえないライセンスのはずなので、現地に行ってガイドさん手を繋いで入ってください。一緒にずっとマンツーでスタッフをつけてください。これはファンダイビングにはならないということだけは認識しておいてください。そういう方は、ぜひ現地に一報を入れて、すいません、私はこういうことが不安で、ダイビングそちらで行きたいんですけども、やっぱりちょっと不安が大きいのでスタッフをつけてほしいです。 ある程度料金が余分にかかっても構いませんので、サポートダイビングっていう形で案内してもらえませんかこれが正しい形のレベルの入り方です。ビギナーさんっていうのは自分のことはある程度できる。全部ガイドさんについてはできるんだけど、それでも例えばエントリーが苦手だったり、選考が苦手だったり、そういうところで少し周りの人たちよりも準備が遅くなっちゃうよとか、スムーズにいかないことがあるよっていう人たちが、この、 レベル分けのところですので、全くできないっていうのをファンダイビングではちょっとお受けすることは難しいので、その辺はちょっと認識してもらえればいいんじゃないかなと思います。今ここの赤い点ですね。ショップが得意とする層を知っとくといいです。自分に合ったところの層のお店を選んでいくには、そのショップさんがどういう層が得意なのかなっていうのは、潜ってるブログとかその SNS とか見ていくとだいぶ浮き彫りになってきますので、その辺が一つのヒントになってきます。で、二つ目。 自分のニーズ、雰囲気に合っているのかどうか。これもとっても重要になってきます。大体いいダイビングって一人で行ったりとか二人組で行ったりっていうことが多いと思うんですよね。で、ダイビングの醍醐味って、その人たちが一人一人の仲間がまたそこで繋がって、海の共通の趣味の話で、で、盛り上がっていって仲良くなって、その3日間なりを楽しい時間を過ごしていく。 これがすごいダイビングの醍醐味の一つになってきますので、そこのショップのニーズ雰囲気に自分が合っていないとなかなか難しくなってきます。我々スタッフもそこの初めて来るお客さんたちに非常に気を使いながら一緒に楽しんでいくように雰囲気づくりっていうのはしていくんですけども、どうしても元々のその雰囲気に合わないなっていう方なんかがそこに入り込んでしまえば、やっぱりその方はストレスを抱えてくると思うんですよね。その辺は少しニーズ雰囲気に合ってるかを見てもらうといい。 じゃあその見方とすると何かっていうと、もう何しろ一番いいのは口コミです。口コミっていうのは、実際のダイビング友達、一緒に行ったダイバー仲間とかがいらっしゃるんであれば、その人たちに実際に聞いてみる。なかなかそういう仲間がまだいらっしゃらない方たちは、やっぱりブログとか SNS なんかをよく見てください。で、ホームページなんかでスタッフが何人いるのかなとか、あとは明確な料金設定をしっかりと見ておいてください。この辺はですね、 実際に自分が現地に行った時に、そのショップに入ってダイビングをしていくわけですから、一日そこでずっと過ごします。で、翌日も、また翌日も、長い時は3泊4日4泊5日の期間をそのショップと過ごしますので、スタッフの雰囲気と自分が合うかなとか、その辺なんかをしっかりとチェックしてから行くと、とてもストレスなく入れるんじゃないかなと。米印で過剰な宣伝とか発信にも注意して見極める必要があります。今は SNS とかが非常に出回ることができるので、 極端ならし、過剰に宣伝効果を出したり発信していくお店っていうのも少なくはないと思う。この辺は自分でやっぱり見極めてけいかなければいけないので、そういう意味ではやっぱり口コミっていうのは大切になってくるんじゃないかなと思います。そして最後ですね、快適なダイビングイメージができるのかどうか。 この辺の話なんですけども、まずは、一連のダイビング、予約を入れて、ショップさんを選んで、エアー宿泊が取れた段階で、イメージしてください。現地に着いた時の、旅行のイメージを。そうすると、あれそういえば空港に着いてからどうすればいいんだっけ宿に着いたら、あれ何時にショップさん迎え来るんだっけえ、着替えは宿でしといた方がいいんだっけなウェットスーツは船で来た方がいいの機材はどういうふうにやったらいいんだろう この辺の不安材料が絶対出てきます。イメージすると。その不安材料をほとんど解消できているような状況であれば、非常に快適なダイビングショップ選びができてるってことです。この不安材料がたくさん残っている時、まあ僕なんかもダイビングツアーで現地のショップで問い合わせをして、そこに何名でこんなぐらいのレベルでこれぐらいに行きますねって言った時に、必要な情報をちゃんと全部バーッと返してきて、 あじゃあ、それだったら船はこういう形で何時出航の何時何時で、えー、お迎えになります。ダイビングポイントは1本目のポイントまでだいたい20分ぐらいですよと。で、1本1本港に戻ってきて休憩しますよと。とお昼はどこどこで食べますよ。最終的には何時に終わって、宿には何時ぐらいに帰ってくるようなスケジュールになります。この形でダイビングはどうでしょうかっていうような形。それがアナウンスされると不安材料っていうのがないんですよ。イメージがつくんですよね。 旅のイメージ。そうすると、まあ、このショップ選びっていうのは、なかなかスムーズだったのかなと。だから何度いろいろ連絡しても全然返信が来ない。予約のメールを打っても、なかなか的確な返答が返ってこない。なんかここが不安だなと。行った時に、ちょっとこの辺大丈夫なのかなと。お昼はどうするのかなと。ね、この辺の不安材料がある時っていうのは、ショップ選びをもう一度見直した方がいい可能性ってのがあります。そして、少なからず予約の段階で、 皆さんメールなり、また電話なりでコンタクトをある程度取ると思うんですよね。で、そのコンタクトを取った段階で、雰囲気とか、その方の返答とかで、ある程度信頼性が置けるのかどうかの見極めっていうのも重要になってきます。ダイビングショップさんを選んでいくっていうことは、お客さんの大切な休日を、この自分自身が自分の大切な休日を楽しめるのかどうかってかかってきますので、また楽しめるかどうかもそうですし、まあ一番の安全にできるのかどうか。 スタッフレベルとか、お店レベルとかっていうのも必ず重要になってきます。それぞれお店の雰囲気もあったり、いい雰囲気でやってて、素晴らしい人間がやっているけど、レベルがちょっと落ちるんだよなっていうところだって、やっぱりそこは不安材料になってくると思うんですよね。そういう意味では、いろいろなショップさんが、現地ショップっていうのはトレーニングを積んだり、皆さんのこの受け入れ体制を整えるために日々努力をしていますので、そういうショップさんを自分のこういったニーズで選んでくると、ショップ選びっていうのは間違いないんじゃないかなと。 実際は難しいと思います。こんなことをお話しされても、いや、そうは言ってもなかなかネットでは見極めらんないよとか、口コミだって実際この人が言ってるけど自分が言ったらちょっと違ったかなと思ってしまう時もあると思うんですよね。だからショップ選びっては難しいと思うんですけども、なるべくショップの意向といらっしゃるお客さんの意向がずれがない方がいいです。ある程度のズレはショップは絶対埋めるように努力します。ですので、大幅にずれてないこと。まあ、極端に言うと、例えば大物系のワイドなポイントを得意とするお店に、 マクロレンズを持ってずっとそこでダイビングしたいっていうニーズが入ってきちゃうと、これはまたずれ込んじゃうんですよね。だからそういうのは、ちょっと誤差を少なくしていく。で、あともう一点は、よく僕がこう現地でいろんな方と予約のやり取りとかしていると、リクエストっていうのがあるんですけども、リクエストは要望ですから、することっていうのは全然構わないと思います。ただし、 僕、本船のダイビングで行くと、現地でお客さんが集まった時に、その日の天候、その日のレベル、その日のあった雰囲気、で、そして船を出港して、見た海の中で、ベストな場所ってうのを選んでいくんですよね。で、そこの中で、やっぱりリクエストも頭の片隅には絶対置きますけど、そこをベースにはどうしても動けない時っていうのがある。リクエストっていうのは、例えばダイビングショップさんによっても、また、その島によってもだいぶ変わります。というのは、一つの、 偉大なポイントがある。例えば、与那国島で言えば、入り崎っていう偉大なポイントがドーンってある。阿国島で言うと、不伝崎っていう偉大なポイントがドーンってある。こういうポイントをメジャーでも、どのショップもそこを押している。そういうところで行けば、そこのリクエストを出すのは当然なんですけども、そうじゃないお店や島もたくさんあるんですよね。例えば、まあ、宮古島だと地形だよねとか、石垣だとマンタだよね。で与那国だとハンマーだよね。どこどこだと何々だよねって。こういう、 決め打ちのダイビングっていうのは、僕はちょっとあんまりしない方がいいかなと。なんでかっていうと、我々、現地側の意見からすると、まあこれは現地側の意見だから皆さんが、いやいや、そんなのはリ,リクエストだから聞いてよって言われればおしまいなんですけど、現地側の一生懸命現地でガイドしてる人間からの意見からすると、やっぱりいろんな今日の素晴らしい海をご案内したいわけですよね。で、その時に、一個のリクエストをご利用しされた時に、ここに行かないと、もうテンションが下がってしまう。っていう状況になると、 マイナスからスタートをしていくので、そうなっちゃうとね、とってももったいないんですよ、両方が。なので、まあ、リクエストっていう形では、 やれる場所とやれない場所っていうのはあるのも知っておくといいと思います。皆さんがお金を使って旅をするんだからリクエストしたって当たり前だろうっていう方もいらっしゃると思うんですけども、必ずしもそうでない方が楽しいことっていうのも絶対ありますので、その辺はですね、現地ガイドのこの信頼性に入ってくると思うんですけど、あの人は言わなくてもちゃんとやってくれるよねっていうような信頼性っていうのが出てくると思うんですけど、まあ、その辺は少しちょっとコアな話になってきますけど、そういう意味では、ちょっとダイビング旅のショップ選びのコツというようなことを少し参考にしてみて、 ください。今日はですね、現地でサービスやってる僕からすると話しづらい部分とかあったんですけど、今日の話はダイビング旅、ショップ選びのコツというところでした。ぜひですね、ショップと信頼関係を保ちながら一緒にですね、楽しいダイビングをしていきましょう。じゃあ今日はこれで熱烈先生のダイビング講座を終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。ありがとうございました。